ちょっと待って、表で緊張してんだけど、どうしようかな。大丈夫です、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。どうも、ハイチです。ということで、今回特別ゲストでございます。どうぞ。こんにちは、はじめ社長です。よろしくお願いします。本当にありがとうございます。いえいえ、どうぞ。すいません、めっちゃ押しかけましたけど。はい、で今回はですね、はじめ社長さんに来ていただいて、ちょっと受験生向けに、まあ、アドバイスというか励ましになる動画をね、撮れたらいいなと思って撮っていきますので、どうぞ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、僕なんか参考になるかどうかわかんないんですけど、でも僕バカだったんで、バカから、バカから、まあ、国立大学に行けるぐらいまではまあ頑張れたかなっていう。ああ、高校の時に。そうですね、中学1年生の最初の中間テストは良かったんですよ。はい、良かった。500点中420点ぐらい取って、ああ、面白いですね。俺はいけてんなみたいな。分かる。いい感じでさっと切れたじゃんと思って、はい、出たんですけど、はい、あの部活とかでちょっと忙しくなっちゃって、うんうん、勉強しなくなって、はい、中学2年生の夏かな、はい、中学2年生の夏の時の英語がやっぱり置いてかれちゃって、はい、一番、あ、そうなんですね。全くなんか意味わかんなくなっちゃって、はい、呪文状態に何て言うかわかんない呪文状態に陥っちゃって、はい、そこで初めて英語のテストが13点だったんですよ、うん。ちょっと今聞きました。聞いてないですけど、思ったよりやったなと思って。結構やって、はい、うわこれ多分マジでもうダメだと思って、うん、はい、塾に通ったんですよ、うん、はい、塾というか公文なんですけど、はい、で公文ってなんか先生に教わるというより、はい、ただこの出されたプリントをずっと、あれ演習ですよね。あ、そうです、そうです、はい、そうやってるのを繰り返していきつつも、はい、まあ、そんなに伸びず、部活を引退してから、はい、本格的に勉強ちゃんと、結構時間かけてやったりして、はい、僕的には普通科に行きたかったんですけど、もう学校の空気的にちょっと工業高校とか商業高校の方がいいんじゃないかみたいな、はい、スポーツ推薦が来てたりしてて、はい、すごいな、なんかそういうちょっとスポーツ系に追いやろうみたいな、はい、工業系に追ってこうみたいな国だったんですけど、はい、ちゃんと断って、はい、普通科に勉強で入ったみたいな。へー、え、そっから行って13点じゃないですか。はい、で、結局国立行ってるじゃないですか、ちょっと。え、それ高校入った後、はい、え、苦労しなかったんですか、勉強。結構高校は良かったですか。高校は、そんなに良くはなかったです。うん。結局高校もバスケ部に入っちゃって。ああ、そうなんですね。はい、あと、彼女にうつつを抜かして、いや、あるある、ずっとなんか、うん、あんまりそんな勉強するようなタイプではなかったんですけど、うん、そうですよね、高2までは、高1高2は全然ダメでした。そう、指導台ですもんね、はい、え、に志望してました、その高1とか高2の時って。いや、全くしてなかったです。え、どこで変えました、静岡大学って、そのなんか出てきた選択肢に。あの、センター試験終わった後に出てきました。おっと、待って。あれ、ちょっと待って。本当はちゃんと行きたい大学があったんですけど。あ、そうなんですね。はい。はい、あの、ちょっとセンター試験で失敗しちゃって。ああ、思ったより。そうなんですよ。いや、もう、えず、まあ、静岡大学ぐらいかなっていう。え、もともとってどこだっけ、確か、埼玉大学あたりがいいなっていう。あ、そうなんですね。はい、行こうと思ってるんですけど、はい、センターがちょっと失敗しまして。予定してたやつより100点以上低かったかな。何でこけたんだっけ。数学が思ったより取れなかったんですよね、確か。ああ、そうなんですね、はい、こうセンター、まあ、失敗したというか思ったより取れなかったことって多くって、え、どう切り替えるか、どう考えてました。結構その失敗して志望校変えなきゃいけない、あとの2次のモチベーションで辛くないですか。いや、本当に辛いよ。本当に辛かった。学校で喧嘩しましたからね。え、誰ですか。あの、先生と喧嘩しました。おお、なんかもうセンターの結果が出ました。はい、大失敗しました。はい、で、なんか母ちゃんが結構死ぬほど勉強してたのを見てたんで、なんかもう落ちてもいいから、はい、で、僕も結果を受け入れる覚悟で好きなとこを受けさせたかったみたいな。あ、はい、それで僕埼玉行きたいみたいなと言ったら、はい、結構判定は微妙だったんですけど、まあそれでいいんじゃないっていう。
感じで受けさせてもらえそうだったんですけど、学校側が感じだったんですけど、学校側がダメって言ってきて、それで埼玉大学受けたいですって言ったけど、はい、絶対ダメだって帰ろうと帰ろうって絶対静岡大学とかあたりに、うん、それは絶対無理だぞって言われて、はい、ああ分かりましたっつって家帰って母ちゃんにその話をすると、はい、いやおかしいだろうと、はい、母ちゃん怒るよ、誰の人生だと思ってんだよみたいな感じで、はい、母ちゃんと僕ともう一回学校行って、いいお母さんですね、あの担任の先生と、はい、学年主任の先生とかともう、はい、ガチンコでやった結果、なんかうまいことを言いくるめられて受けさせてくれなかったし、ああそうなんですね、なんかもうそういう時点で結構僕はもう2次のモチベーションがなくて、はい、なんで行きたくもないところに、でなりますよね、なりますね、っていう覚悟があるんですよ。結構崩れません？で崩れじゃないですか。いや崩れます、崩れます。でも下手すと2次って例えば判定が良かったとしても言っても国立なんで、うん、敵も敵とかライバルも強いじゃないですか。強いです。だからそうすると多分ある程度やっとかないと負けるじゃないですか。そうですね。だから全く勉強しなかったってわけじゃない感じですか。僕二次選ぶときに、あの、はい、なんだろう、大学選ぶときにポイントがありまして、僕決めてた、はい、絶対二次は英語一本だけにしようっていう、うーん、あの僕なんで分点したかというと、はい、英語だけがやけにできるようになってるんですよ、はい、すごいですね、13点から始まってるのにすごい。英語もなんか一回模試で1位だったんですよ、はい、なんかもう、あれ俺英語なら絶対負けねえなと思って、はい、だからなんか、二次はなんか科目2個とかもあるじゃないですか。あります、はい、ただ絶対大学選ぶときに二次試験の科目は英語だけにしようと思って、英語なら多分勝つ自信があったんで、はい、そういうなんか1個だけでも強みを持ってたっていうのは僕良かったのかなっていうか、なんで埼玉大学も二次試験英語1本だったし、あの私立大の受けたところも二次試験が英語1個だけだったんで、はい、そうですね、そういう選び方してました僕。英語ってどう勉強してました？多分これから高校受験になる子たちもいっぱいいるんですけど、はい、来年なんかポイントになったのが2つあったかなっていう気がするんですけど、一つが、はい、なんか勉強し始めてやる気出ないんですよね。なんかその1日ですか、1日1日です、ね、あ、何していいか分かんないっていうのが嫌だったんで、うん、勉強始める最初は絶対単語練習してました。英単語ノート1ページあるじゃないですか、あります、はい、あれ1枚全部英単語に埋め尽くしてからその日の勉強スタートしようって。決めてたんですか。はい、決めてました。あ、すげえ。なんでなんかスムーズに入れるんですよね。あれですかね、一発目はなんか自分の中でウォーミングアップみたいな感じなんですね。あ、そうですそうです。なんか結局英語って単語わかんないと何も分かんないじゃないですか。そうなんですよね。分かんない日本語が出てきたら国語も分かんないから、ですよ、ね、単語一つ分かんなかったら文章読めなくなるんで、そう、なんか本当たった一個なんですよね。これが分かるだけ でこの文章すげえすんなり入れるのに、うん、こいつが分かんないからボロボロになるみたいなのがあるんで、推測もできないのがあるときついんで、単語練習は僕一つ大事だったのかなっていう。なんか一冊やり込んでました、単語その決めたやつを。いや、もうテスト模試とか受けて分かんない単語があったやつを書いてる。あ、そっちをどんどんやっていくっていう。だから実践で問題演習して、でそこからどんどん。あ、そうですそうです。なんか単語帳僕信じてなかったです。あー、すごいですね。なんか単語帳、何基準で選んだんだみたいな。何か結果だと思うんですけど、そうですね、なんか実践で分かんない単語の方が、あ、分かんないんだという意識で言ったんで、うん、まあ、効率的ですよね、結局。そうですね。だって。あともう一つあるのが、はい、まあ、結構こんなにがっつり話していいんですか。大丈夫です、全然。あのセンターの英語って、はい、後半の456でしたっけ、はい、大問456が、ありますよね、長文が長すぎて間に合わないんですよ、うん、その前中文で攻められますね。中文で攻められますもんね。僕、はい、6から解いてました。僕長文読むのクソ早いんで、自分で言ったら早いんですけど。超羨ましいんだけど。いいな、早いんですよ僕。それ多分結構来るんですよ。読めないってもあるんですけど、読めるんだけど時間が足りなくなるって。センター時間足りなくなるんで、やっぱりそう、なんかこうやって読んでたら終わっちゃうっていう。その早く
読むためのその始め流のみたいなってあります？なんか自分でこう気をつけてたこととか。僕クモンで、はい、今もやってないんですけど、はい、SRS システムっていう、なんかそういうのがあって、はい、スピードリーディングシステムって言うんですけど。ああなるほど。本当に長文の速読のための訓練みたいなのをずっとしてて。へー。普通に短いんですか？そのなんかいや長いですね。あ、結構長いですね。あ、そうなんだ。あのなんだろう、慶応とかの、はい、なんか二次試験の過去問のこういう長文を50秒で読みなさいとか、はい、いやマジかっていうかもう日本語に多分理解してるから遅くなるんですよね。ああ一回ちゃんと訳すから。あ、そうですそうです。あ、訳さず、はい、英語英語のままなんか流れで理解しろみたいな感じだったんで、日本語訳僕はあんまりできないんです。でもあれですよね、できないけど書いてあることは分かる。あ、そうです、あーあーなるほど、いたそれ。いました。日本語訳はできないですけど、あ、大体あトムが何かして、うん、あなんかあこのなんか社会はこうなんだなとか、うん、そういうこと言ってんだなみたいな曖昧な感じで、ただそれだけでも内容は分かるんで、うん、問題を解けるっていう。なんか結構ちゃんなんか真面目なことが、ね、多いんですけど、ちゃんと訳そうとする子多いんですよ。あ、間に合わない間に合わない、いつどこで誰が何をしたみたいな。自分もよく言うのが雰囲気で読めってよく言ってて。大事です。そう、なんかそういうことですよね。そういうことです。こういうことが書いてあるんだろうなっていう。日本語訳するのは、あの翻訳家の方の仕事です。問題さえ解ければいいですもんね。そうですね。なんで僕、まあそういうのでなんか速読も早くなったんですけど、はい、まあ、我流だともうスラッシュ入れまくるっていう。あスラッシュってどこに入れました？決めてました？ある程度意味が決まったらスラッシュ入れてました。なんかあれですね、自分の中でここまで切ろうみたいな感じでやってました。あ、なんかもうそうです。あ、社会の何々なんだで、面とかあったら、はい、あ、ここからその時間のこと話してんだなっていう感じですよね。はい、ああ、もうそれって結構スラッシュの入れ方でも動画とかでもあるんですけど、いろんな人がいろんな意見言ってらっしゃるんですよ。で、たまに誰が正しいんですかって聞かれるんですけど、いいっすよね、自分流で、はい、本当に自分が一番しっくりくる、はい、正解はないというか、うあの問題が解ければそれが正解だと思います。はじめさんがそう言ってくる。懐かしいな、受験。言っても6年前ぐらいですか。6年前かも。そうですね、24。やばかったな。最後、ジンマシン出てたんですよね、勉強なしすぎて。あ、マジですか。自分のウロートで入ってましたよ。自分、前期落ちたんですよ、だけ。あ、そうなんですね。しかも、私立も、あ、センター利用は1個受かったんですけど、私立3つ落ちて、前期も落ちて、追い込まれて、で、うちで、私立がダメだったんですよ、家庭の。経済的に。だから落ちたら、しかも拓郎だったんですよ。だから拓郎するか学芸受かるかの二択で。なるほど。超入ってました。僕も友達で追い込まれて鬱になったことがいたんで、はい、そうですよね、追い込まれますよ、ね、追い込結局そこでいかに気を保つかですよね。そうですね。気にでもなんかそう、ジンマシンとかもそうですけど、結局過ぎちゃう笑い話になるんですよね、辛かったことって。すごいそれを伝えたいんですよ、今頑張ってる子たちに。なんか今は頑張ってるとこなんで、なんか暗闇の中みたいな感じでもうなんか病んじゃうんですけど、結局それが数年経ったら、あの時こんだけ病んでたよね、あはってなるから頑張ってほしいなと思うんですけどね。いやもう自分を信じるしかないですね。そうですね。僕シャーペンに語りかけてましたもん。どこにしたなんか言うじゃないですか、あの、はい、友達と勉強するよみたいな。あー、いますよ。あ、超嫌いなんですよ。あ、自分ダメです。お前なんで、お、やる気ねえじゃんって思ってたんで。はい、全員ライバルじゃないですか。なんでお前ライバルと一緒に勉強したんだよ。なんかちょっと友達と勉強するっていう感覚が分かんなかった。うん、分かんないですよ。全部一人で図書館行って、はい、飯食う時ぐらいですね、ちょっとラーメン行こうみたいな感じで、その時よく一緒に図書館行ったやつと、はい、食いに行くぐらいで、あともう帰りも行く時も勉強も全部一人でやってました。結構試験一人ですからね。そうなんです、勉強く戯れるもんじゃないですよ、あれは。そうですね。ハチさんの動画と思って多分、はい、見て学ぶのはいいと思うんですけど、はい、スイッチ入っちゃうと他のが目に入んなくなっちゃうと思うんですよ。でもそれあれなんか集中してゾーンに入ってる感じですもんね。そうですそうです。あ、わかりますわかります。そこまでたどり着ければあとは多分もう自分でいけると思うんですよ。気づいたらめっちゃ時間経ってません？経ってます経ってます。ゾーン入ってる時って。そう、
ゾーン入るの大事ですよね。大事ですね。あとやっぱり僕調べたんですけど、はい、脳みその成長って、はい、20、21がピークじゃないですか。うん、こう研究とかを見ると言いますよね。なんでもその中学校とか高校の時に勉強することの爆発力がすごいと思うんですよ、ね、そうですね。なんで皆さんぜひこの瞬間に勉強するっていうのはとても意味があると思います。すげえクールな感じで、いや、なんかそう思うといいですよね、勉強って。そう、ほんとみんなが思ってる以上に今頑張ってることが後にね、うん、そうそう、なんかすごく培ってわれててプラスになるからね。頑張ってください、はい、本当に。本当ありがとうございます。すいません、本当に。すいません。あ、すいません。はい、そちらもさん、ありがとうございます。